サブ68、サブ68、サン七二十一、サン七二十一、サンパ24、サンパ24。じゃあ先生が言った数早く言ってよ。3が3つでは9。あんたサタンがクって言えるの？言える。クク知ってる？本当に。何が？ククって言える？ちょっと言ってみる。知ってるところ。いや、21が22がして知ってるの？はあ、あんたまだ年中だろ。年中。はあ、僕年長。年長。行くぞ。サザン学。サザン学。三四十二。三四十二。三五十五。三五十五。サブ六十八。サブ六十。そういうこと知ってると早くできるんだけど、まあ今日はいいよ。じゃあ3が4つ、3が4倍、3の4倍。12。3の4倍でいくつ？12。じゃあこれ11なんですよ。え？数えてみろ。16。数えてみるか？13だよ。12だよ。11だってば。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。12。あるよ、あるよ。一個隠してんだよ。11だってな、これ。じゃあ数えてみよう。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。あるって、隠してる。どれ、ここ？あった。じゃあ数えてみるか。3、はい。11じゃん、やっぱり。ねえ、隠してる。もうよく見てるかな、お前。じゃあもういいよ、隠せないよ。真面目にやるよ。12か、うん、じゃあ3が4つで12。3の4倍は12。3たす3たす3たす3は12。 OK。 じゃあいよいよ5枚にしてみるかな。5枚だぞ。12。15。本当？15。ちょっとね、今日の数え方みんなね、迫力ない。1、2っていくんだぞ。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。 OK。 3たす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 3はいくつ？15。おう、3が5つで15。3の5倍は15。3が15。みんな15なのよな。こうして倍というのが覚えて、倍覚えておこう。倍。バイバイ。バイバイ。あの倍とはちょっと違うんだけどな。バイク。で、今度はちょっと分けるって話をちょっとしてみたい。いい？今度反対なの。引き算ボクチンできる。ちょっと違うの、分けるって。2個のリンゴがあって、2個のリンゴがあって、2人で分けると1人何個ずつになるんでしょうか。1個ずつ。2人で分けると1人何個ずつ？1個ずつ。1個ずつ。4個のリンゴがあります。2人で分けると1人は何個ずつ、何個ですか？1人2個ずつ。2個ずつか。1、2、3、4、5、6個あります。2人で分けると1人何個ずつですか？1人6個ずつ。1人6個ずつもらえる？3個ずつ。こっちがさ、ね、石田君で、3個ずつ。こっちが林君だもんで、1人3個ずつだな。じゃあリンゴが1、2、3、4、5、6、7、8個あります。2人で分けると1人何個ずつですか？4個。1人4個。何？4個ずつ。何？1人4個ずつ。よー、たくさんね。分けるよ。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10個あって2人で分けると5個。何個ずつ？5個ずつ。5個ずつか。じゃあ1個のリンゴ2人で分けてからどうしたらいいでしょうか？教えてくれる人。教えてくれる人。梅林くん。うんこする？あ、びっくりした。半分、半分こ？やっぱりうんこするの。
半分切るの半分に切る半分うんこいやいいんだよハンマーズの人面白くて半分うんこって言うんだようんこ半分にして違うリンゴ半分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 はいはいはいでどうするのかマイク半分うんこって半分うんこって半分にする半分にするあそう言えばいいんだ半分にする言ってみろ半分にするあんまりね半分うんこって言わないんだよそれじゃあ半分うんちにするとかな半分にする言ってみろ半分にするそういうふうに言えばいいのよな半分にする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 半分うんこごめんね僕よそもんだもんで、ね、どうしてもそういう言葉気になるんだよな半分にすればいいんだな、うん、半分にするザクッねえあスイカスイカ半分こやっぱうんこ半分こ半分こ半分こうんこ半分にするスイカそう言えばいいんだよ、まあ、半分こだなんてなあ、くまがいく半分こって言うんだか半分にする半分半分そういう時にね使う時に半分じゃない半分半分半分じゃあ 2を半分にしたらいくつですか半分2を半分にしたら2を半分にしたら2の半分だよ4倍になるなるほどそういう考え方もあるな4にするなるほど2を半分に2を半分にしたら4になるかしら2を半分にすると8になるじゃあ2を半分にしたら何個なるの2を半分4じゃあ2を半分にしてみるよ2半分じゃこれエビエビなんじゃこれエビになっちゃったエビじゃあ男の子が2人いますこれはおかしくないこれは仲良しだもんねねこれ熊谷君でこっちが朝倉君ねあげだもんハゲハゲだからおかしいのこの人ハゲって言ったいや先生もハゲなんだよこれ取ってみるかハゲじゃない取れるんだもんこれ取ってじゃ今日はやめてくれちょっと取ってやるか今度これまでぐるーっと髪の毛ないんですよ。ハゲ坊主。で、これアデランスってつけてるの。じゃあ取ってよ。うん？じゃあ取ってよ。でも恥ずかしいもん。取って。ちょっと取ってるか？ボタンついてるね、ここに。口に鳴らして。いや、見と。あ、もうくっつけてる。全然違うじゃん。ボタンがつけないよ。要するに二人仲にいいのこれハゲじゃないのよ、別に。うん、ハゲ。ハゲが二人いる。みかんが2個あります。二人で分けると、リンゴか、リンゴでもいいよ。リンゴを二人で分けると、一人何個ずつになりますか教えてください。はい山崎くん。1個ずつ。1、2、3、4、5、6個あります。2人で分けると1人何個ずつ？はい、はい、医者君3個ずつ3個のリンゴがあります2人で分けると何個ずつになりますか教えてください、はいはい、おばさん1人誰かにあげて2つあげちゃダメだそんなの買ってるあげちゃダメだよなんでお母さんがいいってこと1つ半分こまたうんこするうんこしちゃうだめじゃあまあ上手になるはいじゃあ向井大場さん半分こうんこせはい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 またうんこするのはいはいちょっと待ってうんこはもうやめんもんはい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 じゃあちょっと医者君半個にするの半個3個あって1個をハゲさんの半分です。